千光寺は東京都世田谷区北か山にある寺院。浄土州単立寺院で、創建は江戸時代初期の1604年に遡る。創建当初は品川にあったが後に幕路町に移転し、1657年に発生した明暦の大火によって浅草新寺町に再度移転した。その後1923年の関東大震災によって本堂や栗を消失し、 1927年に、現在地であるカラス山に移転した。千密寺は、カラス山寺町を構成する26の寺院の一つである。江戸時代の浮世絵師である、北川歌丸の墓があり、歌丸寺の通称でも知られる。歌丸の墓は、1956年に、東京都旧跡の指定を受けた。世田谷区北カラス山二丁目、四丁目、五丁目及び六丁目に、 かけて26の寺院が立ち並ぶ地域は、カラス山寺町の通称で呼ばれている。カラス山寺町の中央を通る道路は、寺院通りと呼ばれ、北方向に600メートル続いている。寺院通り沿いには、千歳カラス山駅方面から見ると、中央自動車道の手前にある妙高寺を最初として、通りの左右に16の寺院が立ち並んでいる。千密寺は、 寺院通り沿いに立ち並ぶ寺院の内奥から3番目に一致している。千、光三寺の歴史は、江戸時代初期の1604年に遡る。浄土宗、本末一派寺院名細帳などの資料によれば、海さんは、先行王将という人物で、定連者穏やか誉れ商人と呼ばれていた。先行王将について、浄土宗名細簿では、履歴不詳としているが、1604年正月に、 千、三寺の住職に就任という記述が見られる。当初は品川に600坪余りの土地を江戸幕府から配慮して創建し、徳川家康の江戸入りに際して幕露町に寺を移転した。1657年に発生した明暦の大化の後、浅草新寺町に再度移転した。なお、浅草新寺町移転後の1806年にも、 火災にあって、寺の書記録を消失したため、歴史の詳細に不明な部分があるという。浄土宗明細母では、増上寺末としているが、その後浄土宗の単立寺院となった。鎌倉の光明寺で学習した、殺室ネオ将が、1852年に、千光寺17世の住職となった。明治以降の所在地は、浅草北松山町90番地であった。 千三寺十八世、サッシオン和尚の時期である1923年に、関東大震災が発生して、千三寺は、本堂や栗を消失した。千三寺の境内地は区画整理の対象となり、1927年に、現在地であるカラス山に移転した。1941年5月に、千三寺19世移住職久尾生が本堂を再建したが、 この本堂は1945年5月25日の夜半から翌26日未明にかけての東京特内最後の空襲により、焼夷弾の直撃を受けて、栗と共に全焼した。本堂は第二次世界大戦終戦後の1958年に再建された。千三寺の入り口付近に、江戸時代の浮世絵師である、北川歌丸の破壊の案内がある。 歌呂の墓がこの寺にある理由は、千光寺が浅草にあった頃に、北川家の母大寺であった縁といい、そのため、歌呂寺の通称でも知られる。歌呂の墓は四段の石が積み重なったものであるが、北川と国された中段の大石が、本来の墓石である。歌呂の子孫はすでに耐えているが、千光寺はその墓を守り続け、毎年9月20日の命日には、供養を営んでいる。 歌呂の墓は1956年3月3日に東京都旧跡の指定を受けた。千光寺は歌呂自身の作品や関連の文化財を所蔵している。そのうち北川歌呂像は長文斎秀行が1825年に描いた肖像画を宮原隆星がその写真を元に模写した作品で、日本国内にはこの一枚だけが現存する。 その他に、近現代の後すりであるが、辻君図、光明完成三美人図などの作品も所蔵する。なお、1980年4月20日に、千光寺で執り行われた歌丸の追善会の際に、世田谷区南からす山在住の浮世絵すりし、熊谷義和が、その実演を行った。千光寺には実演の参考資料として、皇帝見本が残されている。 歌丸の墓の近くには、和刀子の創始者として知られる、中川正衛門の墓もある。中川は1771年に山城国の生まれで、朝制定義学と講師、1804年頃に江戸に下って、神田に住まいを定めて、神の商いを行っていた。彼は中国から輸入されていた唐紙をもとに、和刀子を作り出した。中川は、和刀子の他にも、 燃える水と言われた石油を日本で初めて販売した人物である。1838年に68歳で没し、千光寺に葬られた。戒名は、人氏し誉れじゅ略孤児という。なお、刑事コロンボの吹き替えで知られる俳優の小池朝雄も千光寺に墓地がある。小池の墓は、歌丸の墓からやや奥まったところに存在している。 ABC 一部の資料では、現在の線、三寺を、増上寺の末寺としているものも見受けられる。本校では、世田谷区立郷土資料館発行の、カラス山寺町などの記述によった。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ、カラス山の寺町37から38ページ。ABCDE。 カラス山寺町44から45ページ。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU カラス山の寺所を訪ねて26から27ページ。AB 世田谷の文化財102ページ。ABCD 世田谷社寺と史跡その247から48ページ。ABCDEFGHIJKL 世田谷の寺町20から21ページ。ABCD、海底、世田谷の散歩道、ポニホ散歩、236から237ページ。ABCDEF、海底、世田谷の散歩道、ポニホ散歩、246から247ページ。AB、東京都の文化財473ページ。AB、海底、 世田谷の散歩道、一歩二歩散歩、238ページ。世田谷の寺町6から7ページ。ABC、カラス山寺町135から136ページ。ABCD、世田谷区人大町181から183ページ。ABCDE、カラス山寺町92から95ページ。ABC 竹内、145から146ページ。 ありがとうございます。